朝から押しかけちゃって。いえいえ、ほうかさんが来てくれてすごく心強いですよ。最後に会ったのは1年前の大会だったからね。あの時は手も足も出ませんでしたよ。私もまだまだ未熟です。何言ってるの、私が月下ちゃんくらいの頃の時は全然だったわ。それに1年前よりはるかに強くなってる。これは抜かされるのも時間の問題かしらね。今年も出るの？はい、みんな出ますよ。お母さんも私たち姉妹も全員。姉さんも出るのね。それは今年は荒れそうね。当たったら私でもきついかも。3年連続ベスト4、世界の3番手と呼ばれたほうかさんが何を言ってるやら。それで本題に入りたいんですが。悪心教について聞きたいんだけど。私が戦った悪心教は2人、青色のもじゃもじゃと赤い髪の子供だったわ。姿を見ているのね。その2人のフードの番号とかは覚えてるかしら。あと、そのフードの線の色も。確か青いもじゃもじゃは41って数字と黄色の線だった。赤い子供は58の数字に青い線だった気がするわ。間違いないわね。それにしてもよく青い髪の方は戦って無事だったわね。そんなに強いんですか？強い。というより悪視剣と呼ばれる悪心教独自の能力が厄介かしらね。悪視剣？あと子供の方は悪視剣打開という技を使って戦闘力を600億まで上げたわ。悪心教の主張はその力を使う。だから脅威なの。この際だから悪心教についてこっちが知っている情報すべて教えるわ。と言っても組織的構図くらいだけどね。お願いします。悪魔信仰教団、略して悪神教、なんだけど、この宗教団体は悪魔を神以上の存在として崇めている宗教なの。神は全ての人間を救う代わりに弱き者を見捨てる。だが悪魔は弱き者に手を差し伸べ、救ってくれる。故に悪魔は偉大であり、神は不要。悪魔の信仰に救いあれ。それを教えとして全世界各地に根城を張り、悪魔の勧誘をしている邪教集団なの。この集団で最も危険とされるのは72人の司教、7人の大司教、それらを滑る教祖、計80名。司教の崇拝する悪魔は、ソロモン72柱の悪魔。強力な影響力があった悪魔ね。大司教の崇拝する悪魔は、7つの大罪悪魔。神と同等、それ以上とされたトップクラスの悪魔ね。教祖は後に話すわ。まず、司教なんだけど、司教には悪魔の階級と柱の番号に合わせて崇拝する悪魔とフードの色、つまり司教内で地位が決まっているの。悪視剣は自身が崇拝する悪魔の能力を扱う力。悪視剣打開は自身の崇拝する悪魔の力すべてを司教の体に取り込む力。そしてその先、君主という地位以上の司教、大司教は、悪視剣打天界法という自身が崇拝する悪魔そのものになり、崇拝する悪魔の何倍以上の力を得る術を持っているわ。つまり、悪視剣で崇拝する悪魔の能力を使い、悪視剣打開で崇拝する悪魔の力を使い、悪視剣打天界法で崇拝する悪魔と融合し、悪魔そのものになる。それが悪神教の強みなの。それに加えて、大司教には特別な力があるって話だから立ちが悪いわ。今からは色と地位について説明するわね。司教の地位は8段階、つまり8色に分けられているの。さっきも説明したけど、これは悪魔の地位によって決めているから個人の強さは関係ないわ。まず最初は、総裁。カラーは青。司教の中で一番地位の低いくらいね。数は9名と数もそこまで多くないわ。赤い子、あれで一番下の司教なんだ。次が、騎士。カラーは水色。司教の中で2番目に地位が低い司教だけど、数は1名と全くいないわ。だけど情報によるとかなり特殊な悪視剣を持っているらしいわ。次が、伯爵。カラーは緑。司教の中で3番目に地位が低い司教ね。数は8名、下位3つはほとんどいないと思っていた方がいいわ。残念だけど。ちなみにこの下位3つは地球防衛軍の隊長、副隊長クラスなら討伐任務に行くことを許されているわ。許されている？つまりそれより上はダメってこと？今から上の地位2つの実力は私たち隊長クラスと互角、もしくはそれ以上と言われているわ。次は、公爵。カラーは黄緑。地位は下から4番目、ちょうど真ん中の地位ね。数は15名、この地位から隊長クラスと互角に戦う連中が増えてくるわ。さっきの下位3つの合計と同じくらいの人数がいる。悪神教の主張はこの地位ともう一つ上の地位が最も多いの。厄介な話だけど。そして最悪なのがこの地位から、即死系、必殺系、の悪視剣を持つ主張が出てくるわ。即死系、は文字通り条件が揃えば即死する悪視剣。必殺系は即死ではなくとも呪いなどで必ず死んでしまう系の悪視剣。私が受けた呪いも必殺系だ。死ぬまで続く呪い。次も、公爵。読みは同じでも書き方は違うから注意してね。カラーは黄色。地位は上から4番目、真ん中より上の地位ね。
数は23名、市長の中で一番多い地位よ。そしてこの地位になると隊長クラスより上の連中が多くなってくるわ。待って、さっきの公爵より数が多いじゃない？しかも隊長クラスより上って。悪試験だかい？これが一番厄介なのよ。それに加えて悪試験？ただでさえ強力な能力な上に、即死系、必殺系、を持っているのがほとんど、強さ関係なく死ぬことも多いわ。だから隊長クラスでも討伐が許されてないんですね。実力でどうにかなるならどうにかしてる。でもそれ以外はどうしようもできない。それが何百年と続く歴史で出た結果なの。だから黄色の人と戦って生きていることに放火さんは感心してたんだ。本来なら今の私はすでに死んでいる。確かに危険な相手ね。そしてここからが、隊長である私ですら即撤退しなければならないレベル。即撤退。理由は3つ。圧倒的に実力が高い。この地位から悪試験打点解放を使用してくる。悪試験が天才級、即死系、必殺系のみ。つまり戦っても無理、能力でも無理。だから絶対に撤退しろと決まっているわ。ちなみに地位は君主。カラーは橙色。上から3番目の地位よ。3番目で、もう即撤退レベル。数は7名、だいたい一番下の地位と同じくらいの数がいるわ。そしてさっきも言ったけど、この地位から悪試験打点解放を使う、その力は壮絶よ。そして次は王、カラーは赤。上から2番目、主に市長の統括をしている地位になるわ。この地位の実力は噂では、君主を100人集めてやっと戦えるレベル。桁外れすぎる。それほど扱う悪魔が強力なのよ。人自体はそこまで大したことないわ。そっか、強いのは悪魔であって、人は大したことないんだ。でもこの地位になると人もかなり手だれかもしれないけどね。数は8名、ここも貝と同じくらいの数がいるわ。最悪な話よ。あと、地球防衛軍は、君主、より上は、人気連載重要人物、五中、よりも危険度は上になっているわ。五中、ちなみに毒虫は、毒虫は悪神教会より危険度は下になっているわ。ちなみに、公爵、公爵、は注意ね。毒虫が悪神教会より下、嘘でしょ。そして最後が、神。カラーは紅色。地位は一番上で、市長では1名、大市長は全員この地位にいるわ。ここまでのクラスの情報は本当に少ないの。ほとんど会って行って帰った人がいないから。でも言えるのは、王、が可愛らしく見えるレベルで、神、は異常だということ。その、神、の中でも大市長の悪魔は別次元の強さを誇るらしいわ。これが悪魔信仰教団、何百年と長い歴史、地球にはびこる闇。でもなんでそこまでの力を持っている連中が世界を壊滅させないんですか？あくまで相手の目的は世界征服じゃないからよ。悪神教の目的は神を殲滅すること。撤退しなければ自ら仕掛けてくることはない。何せ相手は神を相手にしているんですもの。人である私たちにそもそも関心なんてないのよ。そんな。でも、神を殺すためなら手段を問わない。人を道具のように使い、壊す。やっていることはテロと変わらないわ。絶対に許してはいけない存在。でもそんな話、初めて聞きましたよ。日本は今まで悪神教の根城になったこともなければ、ターゲットになったことがないのよ。この数ヶ月前までは、ここ数年は教祖の死によって活動が全くなかったんだけど、ここ最近また悪神教が動き出したの。そのターゲットになったのが数ヶ月前に日本全土で起きた事件だった。その事件は霊華姉さんやロカちゃんたちの手で解決したらしいけど、今間違いなく日本は悪神教のターゲットにされている。なんで日本がターゲットにされるのよ。この数百年一度もターゲットにされていないのに。3年前、悪神教の教祖が日本で殺されたからだよ。その場には東亜兄さん、そして月花ちゃん、あなたもいたはずよ。3年前。は？そう、この悪神教を作り、世界に闇を植え付けた教祖の名は、アンテ・マンユ。この世に悪、という概念を作り出した、世界最悪、最強、最強の神よ。悪神教が動き出したのはなぜか。その可能性は二つ。新しい教祖が生まれたか。もしくは、アンテ・マンユが復活したか。どの道悪夢が再来したことは間違いないわ。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。